今回紹介するのはこちら、フランスの高級ブランドエステーデュポンのボールペンです。まずエステーデュポンというブランドについて話をさせてください。エステーデュポンは高級筆記具、ライター、レザーグッズなどを製造するフランスを代表するラグジュアリーブランドです。少し手抜きをして公式ホームページを見ながら進めましょう。まずザ・メゾンというメニューを開きます。そしてエステーデュポンの歴史を見てみましょう。ちなみにメゾンというのは会社や店などを意味し、エステーデュポンのアトリエのことを指しますが、ブランドと読み替えても問題ないでしょう。エステーデュポンの創業者はナポレオン3世の写真家であったシモン・ティソ・デュポン、つまりエスティ・デュポンの名前は創業者から来ています。創業当時から上流階級のエリートをターゲットとしたラグジュアリーな旅行用カバンなどを製造し、その製品はヨーロッパの上流階級のエリートたちに支持されています。デュポンといえばライターですよね。1941年にインド・パティアラのマハラジャがハーレムのための漆仕上げのイブニングバッグ100個とゴールド製の特別なライターを注文し、エステーデュポンは世界で初めての高級オイルライターをデザインします。旅行カバンの市場は縮小していきますが、金・銀・漆の装飾を施すラグジュアリーなライター製造が成功します。デュポンのボールペンが登場したのは1973年、第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディの奥様ジャクリーン・ケネディ・オナシスからの依頼で、最初の高級ボールペンクラシックをデザインします。2011年、英国のロイヤルウェディングを祝ってのフランス政府からの贈答品としてエステーデュポンの製品が選ばれます。これは英国ウィリアム王子とキャサリン妃のロイヤルウェディングですね。フランス政府から贈られたのはデュポンのトラベルケースです。エステーデュポンの歴史を見ると格式の高いラグジュアリーなブランドであることがわかります。この D のイニシャルがデュポンの誇りを表しています。しっかり重さのある化粧箱、さすがの高級感。それでは開封していきましょう。改めまして今回紹介するのはこちら、エステーデュポンのデフィーです。モデルはファイヤーヘッドブラックコンポジット&ステンレススチールです。希望小売価格は 38,500円とお高め。エステーデュポンは高級ボールペン好きにとっては憧れのブランドです。オーソドックスなブラックコンポジットのモデルも素敵なんですが、私は少し天の弱なところがあってこちらのモデルを選択しました。ではデザインを見ていきましょう。デフィーは流線形のペン先やパラジウム仕上げの真鍮フレームが航空機を想起させるようなクールなフォルムが特徴です。ライターでもおなじみデュポンのアイコニックなデザイン、ファイヤーヘッドパターンのステンレススチールがコンポジット樹脂のボディを囲っています。ペンデザインの伝統に挑んだ革新的なデザインとなっています。ファイヤーヘッドは炎を表現するトライアングルからインスピレーションを受けて生まれたデザインです。口金から天管まで伸びたパラジウム仕上げの真鍮フレームが特徴的。口金にはエステーデュポン、パリスの刻印があります。天管にはブランドのシグニチャー D の文字、
痺れます。ペン好きにはたまりません。ステンレススチールのファイアヘッドパターンは不思議な触り心地。実際のグリップ位置はこのあたり。指の腹にファイアヘッドが当たりますね。新感覚のグリップです。この感触は好みが分かれそうです。デフィーはフランス語で挑戦の意味。その名の通り挑戦的なデザインです。人間工学に基づいて設計された流線形のフォルムが意外と手にしっくりと馴染むんですよね。さすがはデュポン。デフィーはツイスト式。静かで上質な回転です。見れば見るほどかっこいいですね。グリップが悪くないのは結構意外でした。高重心なのもあって手にずしりと吸い付いて一体型になるような感じで結構安定します。それではスペックを見てみましょう。まずは重量から。重量は 42.7g。なかなかの重量級ボールペン。次に長さを測ります。全長は 139.8mm。 ペン先を出した状態で測定します。143.3mm。短く見えますが、一般的な長さです。では、グリップ部の径を測ります。12.1mm、太軸のボールペンです。そして、重心位置は、ちょうどクリップの先あたりですね。ペン先からは 80mm 強ですから、なかなかの高重心です。高級ボールペン、特に重量のあるボールペンは高重心のものが多いです。高重心のボールペンは少し寝かせ気味に筆記すると安定感が出ます。私との相性はとても良いです。デフィーのクリップは根元が可動式になっていて大きく開きます。なかなか柔軟です。デュポンのデフィーは特徴的なフォルムをしていますが、なんとなく似てるなぁと思うボールペンがあります。それはこちらとこちら。まずはドイツのステッドラープレミアムのメタルムボールペンです。長さは短いですが、フォルムがよく似ていますね。そしてもう一つはこちら、シェーファーのボールペン、タラニスです。こちらも特徴的なフォルムをしています。タラニスはまだ動画で紹介していないので、いつか紹介します。それではインクリフィルを見てみましょう。口金を回転させて取り外します。
デュポンのインクリフィルは滑らか低粘度油性インク、ドイツ製のイージーフローです。こちらは G2 規格、パーカータイプです。デュポンといえばイージーフロー芯というようにもはや代名詞になっています。さあ、それでは筆記してみましょう。フランスが誇るラグジュアリーブランドのデュポン。ファイヤーヘッドパターンのステンレススチールが囲むのはブラックコンポジット樹脂の軸。デフィーは 42.7g の高重心ボディ。エルゴノミクスに基づいて設計されたという流線形フォルムが確かに手によく馴染みます。高級ボールペンと言われれば必ず名前が上がってくるデュポン。ペン好きの憧れのブランドでもあります。特にイージーフローの滑らかな書き味が高く支持されています。私は最近になってようやく購入しました。どちらかというと私はクラシカルなボールペンを好むので、触手が動かなかったんですよね。それが YouTube を始めてからストライクゾーンが広がってしまい、興味のアンテナに引っかかるペンが増えて、ついに手を出してしまったというわけです。イージーフローの滑らかな書き味はまあ当然ですが、ペン先が微動だにしないですね。とてもソリッドな筆記感です。航空機を想起させるクールなフォルムが特別な筆記具であることを主張しています。挑戦という意味を名前に持つデフィ。公式サイトによると、デフィという名の通り、デザイン、素材、インクのすべてにおいて快適な書き心地を追求した革新的なペンとのこと。高性能素材と高度なエンジニアリングとが組み合わされることによって火の打ち所のない書き味を約束する当世代最高精度の筆記具だと書かれています。そもそもこの表現が別の意味で挑戦的ですね。このボールペンにもネガな部分があります。それはパラジウム仕上げの光沢のある口金やフレームに指紋がつきやすいことです。結構目立ちますので、美しいデザインが台無しになりますから、いちいち指紋を拭き取るのがめんどくさいです。この動画の撮影にも気を使います。希望小売価格は 38,500円とお高めですが、私はネットで 26,950円で購入しました。見た目のデザインからは想像できない持ちやすさで、イージーフローの書き味も素晴らしいです。しかも、意外とグリップが滑らないんですよね。思っていた以上に良かったです。それでも私はやっぱり高粘度油性インクのボールペンの書き味の方が好きですね。デュポンというブランドが好きで、デフィーのデザインやイージーフローの書き味が好きな方にはおすすめできるボールペンです。挑戦というネーミングもいいですよね。デュポンのボールペンを所有するというだけでも、どこか自分の格が上がったような錯覚を起こさせてくれます。おそらくこれが今年最後の動画になると思います。今年の8月25日に動画を始め、4ヶ月ちょっとが経過しました。ありがたいことに約370人の方にチャンネル登録をしていただいています。本当にありがとうございます。なんだかんだ自分の好きなボールペンを撮影するのは楽しいですね。撮影しながら、
美しさにうっとりしたり、逆に映像では伝わりにくくてモヤモヤしたりと、楽しんで動画を作っています。学生の頃はシャープペンシルがメインの筆記具になりますが、社会人になるとボールペンを使う頻度が上がると思います。ボールペンにはまることなく、万年筆の沼に駆け込む方もいらっしゃいますが、手軽な道具として、また自分のスタイルを表現するアイテムとしてボールペンという選択肢もありではないでしょうか。筆記時には自然に手元に目が行きます。きっと自分の手元を彩る仕事の相棒として末永く活躍してくれるはずです。さて、今回の動画はいかがでしたでしょう。もしよろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントをいただけると励みになります。ボールペンの魅力を少しでもお伝えできれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。